だからもう、インターネットの安いバカラで、安い博打を打ってたんだけど、じゃあ、もう俺と一緒に行った JAL さんが、もうその初日の時点で40万ぐらい負けてて、もう目ん玉完全に血走ってんの。あ、俺もうダメだ、キャスティングしなきゃいけないみたいな。キャスティングしてて、初日で40万ぐらい負けてて。で、その放送作家さんとも一緒にいたんだけど、その人もなんかもう誰一人勝ってないのね。でもまあ楽しいからいっかって。で、最終日の朝1時、1時に帰ってきました。もうほとんど寝てない。もう3日間マジで2、3時間しか寝てない。もう脳みそバッキバキになってんのね、もうこんなみんな、こんな状態で帰ってきて、いや、もう天国っすねって帰ってきて、俺もうまた来たい、マカオ最高ってなって、財布パッて見たのね。そしたら、日本円で10万円。香港ドルで3000香港ドル残ってたわけよ。で、3000香港ドルあったら、最終日、飛行機乗る前に女もう一人買えると思って、その3000ドルは絶対に保持しておきたかったの。のけたの。で、手元に10万円残ったの。で、俺これ、こういう仕事してて、もう働いてねえわけじゃん。で、YouTuber とかさ、生主とかやってて、マカオまで行って、まあ女も買ったし、博打も打ったし、酒も飲んだけど、俺この10万円をせこせこ日本に持って帰るような男になりたくないっす、ジャルさんって言ったの。まあ、バカだからジャルさんも、ユンちゃん、カジノ行こう。二 人でカジノ行って、それを、わかった。じゃあこれ、二人で3倍に増やして、3ピース、サウナで3ピースしようみたいな。女3人、4ピース。サウナで、3000ドル、3000ドル、3000ドル、1万ドル払うから、女3人つけて、根こそぎ抱かせろって言いに行こうっつって、2人で3倍にしてやろうっつって、意気揚々と突っ込んでったの。深夜の1時に。ほんで、いや、ちょっとバカラ行かないっすかって話して、2人でバカラをやり始めたの。バカラってルールは、まあ、ハンかチョーかの博打、要は、右と左、どっちが強いかっていう、本当にバカなのね。本当にバカなの。バカだからバカラって名前ついてると思うんだけど、バカラ行きましょうっつって。で、2人でまずこうやって観察してたの。で、あ、これこっちだね、これこっちだね、みたいな。それこっちだね、もう、そんなもんねえんだけど。そんな、脳みそ溶けてるから、それっぽく言ってるだけで、そんなもこっちもクソもねえのね。だって、裏おも、コイン投げて裏か表からだから。本当に。ほんで、ちょっとジャルさん、俺これ、10万円、一点賭けしますわって言ったの。二人で勝手に、みんな結構もう静かにやってんだよ。二人で勝手にめっちゃ盛り上がって、行きましょう行きましょうみたいな感じで見てて、ここだっていう瞬間があったの。で、ここだって、ジャルさんここに行きますよねって。行け行け行け、純ちゃん行け行けみたいな、もう気違いみたいなやつで、行け行け行けみたいな。で、俺もさ、ドラクエのさ、カジノみたいな、これ、下だろ、ジャルさんみたいなこと言ってて、普段、そんな熱くならない。絶対、どんなことがあっても結構冷静な二人が、もう、行けよみたいなこと言ってて、深夜のノリみたいなの出始めて。で、行ったわけよ。5000ドルバーンってかけたわけ。そしたら、勝ったの。勝ったのに、かけた後、興奮しすぎちゃって、かけた後に、オッケーボタン押してなくて、勝負は勝ったのに、増えてなかったの。で、うわーってなったわけ。やっちまったーってなったら、山田さんが来て、順調、俺の金を突っ込むから行けっつって、7000になったのよ。それ5000が増えずに、7000になったの。山田さんが乗ってきて、行け行け、順ちゃん行けみたいな感じで、ここで寄るんじゃねえって、7000になったの。7000って、11万5000円ね。たかだか11万って思うかもしれないけど、もうこっちとしてはテンションバッカバカに上がってて。で、わかりました。これ、もう、誰の指図も受けないから、俺に決めさせろっつって、10分くらいみんなで、ああでもね、こうでもね、っつってにらめっこして、なんかそれで、いや、ここ行きますわっつって、7000ドルバーンってかけたの。それが当たって14万になったのね。あ、違う。1万4000ドルになったの。1万4000ドル。22万5000円。もうその時もうさ、俺普段ギャンブルなんかしないけど、もう、とろけちゃって、いやーみたいになっちゃって、俺生まれて初めて JAL さんとハイタッチしたの。やったぜ JAL さんみたいな。
あんなハイタッチすることないんだよ。人生で一回もハイタッチなんかしたことねえのに、これいけるぜ、これバカな中国人に、こいつら根こそぎぶん殴りましょう、ぶっ飛ばしましょうみたいな。そしたらさ、わざわざ中国人とかも集まってきて、お、こいつら何やってんだっつって、なり始めて、うわーって盛り上がって、一回換金しようってなっちゃったの、そこで。まず一旦、みんなに配分戻しますわって。俺の金だけじゃなかったから。で、俺はもちろんこの金また全部突っ込む気だったんだけど。でももう、もう完全にギャンブルスイッチ入っちゃってるから、いや、こんな6000ドルで俺、視聴者の配信もせずに、視聴者に土産話も作れないっすわっつって、そのまま、その金を全部突っ込んで、やり始めたら、山田さんとかが、じゃあ2000ドルずつ乗るっつってくれて、まあ、8000、一発目、8000勝負したわけよ。でもうこっちはさ、テンションもクソ上がってるから、もう勝てるわっつって、5分ぐらいでバーンってやったら10秒ぐらいスーってなくなったの。スーってなくなったのね。ほんで、俺の手元には3000ドル。で、もう山田さんともう一人の人は、まあちょっと他で遊んでくるねっつって言ったんだけど、俺、ジョルとジャルさんは、いや、ジャルさんこれ、帰れないですよ。絶対、これ倍にしましょうっつって、また7000ドル勝負仕掛けたので、もう持ち金全部、本当にもうスカンピン、1ドルも残ってない状態にして全部入れたので、7000ドルで、これ2回勝って3万にして、根こそぎサウナの女買いましょうみたいな。で、ずーっと吟味してて、もう喧嘩よ、だから、いや、これこっちじゃないでしょみたいな。ガチだから、そんな話し合うもクソもねえの。なんでかって、ギャンブル、もう本当にカード2枚、カード3枚ずつ引いて、9に近かった、下1桁9に近かった方が勝ちっていう、わけわかんないゲームなんだけど、もう喧嘩みたいな2人が、こっちでしょって会った瞬間があったから、よっしゃ行ったねって7にかけたすって負けて、結局全額吸って もうただ結局負けちゃったわけよ、負けちゃったわけ。トータルで言うと、俺は、もうものの5時間で10万円すったんだけど、で、その思い出ってプライスレスじゃん。みんなでさ、うわーって盛り上がったりさ、いけ、純ちゃんみたいな。俺の公式放送基本的に毎回ついてきてくれて、あんまり声も出さずに、協定とかやってるじゃないですか。いけ、純ちゃんみたいなこと言ってて、後ろで、いったれみたいな。あれおもろかったね。楽しかったわ。そんで、スカンピンになって、もう脳みそテロテロなわけよ。加藤さん、様子おかしかったっすよ、みたいな。脳みそテロテロみになって、ホテル帰ってきて、最後サウナで女抱いて帰ってきたわ。だから、もうサウナとカジノの往復しかしてなくて、